不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中行政書士の不動産です。なぜ情報違反をやってしまうの編ということで、このチャンネルは完全独学で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、先日ですね、業務停止に関する動画を上げさせていただいたんですけども、あの動画の中で実際に業務停止処分を受けた業者のですね、処分内容について具体的にお話をさせていただいたんですけども、それについて非常にいいコメントをいただきましたので、今回それをご紹介させていただきながらお話をしていきたいと思います。まずですね、どういう感じの業務停止処分をご紹介したかというのをちょっとおさらいしたいと思います。こちらです。これ実際にあったですね、業務停止処分の内容なんですけども、これ1週間のですね、業務停止ということで、業務停止が下っておりまして、じゃあなんで業務停止処分を受けたのかっていうところなんですけども、ここの部分ですね、売主 A に対し媒介契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく法第34条の2に定める書面を交付しなかった。 A に対し売買契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく法第37条1項に定める書面売買契約書を交付しなかった。これらのことは上記1は法第34条の2第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、上記には法第37条第1項本文に違反し、法第65条第1項本文に該当するということで、7日間の全部のですね、宅建業務の停止処分ということで下ったというお話をさせていただきました。でこれに関してですね、こんな感じでご質問いただきました。非常にいいご質問ありがとうございます。ご紹介しますよ。うすし89さん、ありがとうございます。取引相手が一般的なお客さんだと35、37条書面が不足しているなど気がつかないような気がするのですが、どのような経緯でバレて会社は業務停止になるのでしょうか。他にもですね、こんなご質問をいただいております。こちらです。桜井さん、ありがとうございます。今回も分かりやすい解説ありがとうございます。試験に出なくても具体的にどうなのかは気になるところですね。実態を知ることができてよかったですけど、違法とは知ってるはずなのに、どういう経緯でそういう行為になってしまうのかということでですね、コメントありがとうございます。まさにそういうふうに思った人いるんじゃないでしょうか。そもそもこれだけ宅建試験で37条書面とか35条書面とか37条書面とか交付しなきゃいけないという話を、耳にタコができるぐらい勉強しているはずなのに、なんでそんな簡単なことができなくて業務停止処分なんか食らうんですかっていうふうに思ったと思います。おそらく多くの方が思ったんじゃないかと思います。じゃあまずそこについてお話をしていきたいと思います。もちろんこの業者がなんでそうだったのかっていうことは私は分かりませんが、ただこういうふうに陥るケースはこうなんじゃないかなっていうところでお話をします。これですね、売買契約書と売買契約書をですね、交付しなくて業務停止処分を受けてるわけなんですけども、まず売買契約なんですけども、これ売買契約書ってなんですよ。これ私の予想ですよ。この件はどうだったか知りませんが、売買契約書のよくあるケースとしては、売買契約書をこう署名捺印をもらいに行って、その場で署名捺印はもらうんですけども、その場で交付せずに持ち帰ってしまって、でその後に郵送するのを忘れていて、結果的に交付がされていないという状況が起こるということがあります。まずこれが1点目です。これを実務で本当に気をつけなければいけません。これ郵送でやっててもよくあるんですけども、例えば売買契約書を郵送でやるとします。別に売買契約書は対面でやる必要はありませんので、郵送でやるというケースもあります。で郵送で大家さんに売買契約書を2通送ったとします。2通送って判子を押して1通控えて1通送り返してくださいみたいなことをやることが多いんですが、この時に2通とも送り返してくる人がいたりするんです。これ実務やってるといませんか、そういう方で。1通は自分で控えろって言ってんのに2通とも送り返してきちゃう人いるんですよ。でそうなってくると、2通送り返されてきたら、それを1通自分たちで控えて、でもう1通また控えとしてもう1回送り返してあげなきゃいけないんですけども、これを忘れているということがあります。これはまず1点目。これを忘れると結局交付されていないという状況が発生します。これはまず売買契約書で業法違反に陥るケース、その1です。でその2、この売買契約書ですね、売買契約書の不交付ということなんですけども、これ35条書面の不交付はなくて、37条書面の不交付があったということなんですけど、まず35条書面の重要事項説明書に関してはもうかなりボリュームがあるものなの で基本的に説明をして対面で交付をすることが多いので、基本的に35条書面を交付しなかったということはよほどのことがなければないと思います。で売買契約書の今回交付しなかったということなんですけども、これもおそらくさっきの売買契約書と同じようなケースが考えられると思います。結局売買契約って皆さんのイメージだと、売り主がいて買い主がいて仲介業者がいて、で3社が同じ空間にいて、それぞれハンコをバンバンバンって押していって、はい皆さんそれぞれ控えですよってやってるというふうに思うと思うんですけども、もちろんそういうふうにやるのが一番いいんです。
で基本的には実需ですね、マイホームとかそういったものに関してはそういう手続きでやることが比較的多いんですけども、投資用の物件とかになってくるともうそんな風にですね時間を取ってみんなが一度に返するってことはなかなか難しいし、やる気もないっていう投資家の方も多いので、実務上どういう風にやってるかというと、一つの契約書をですね持ち回りでこう郵送で回していくんですね。郵送で回していったりとか、宅建業者行って、売り主さんのとこ行ってまずハンコをもらって、ハンコもらったやつを今度飼い主さんのとこに持って行ってハンコをもらって、それで契約書は完成するというようなことをやるケースがあります。これを郵送でやることもあります。なのでその場でですね全部完結しないんですよ。でこういうことをするとどういうことが起こるかというと、結局完成した後にそれを売り主飼い主にそれぞれ広報しなきゃいけないわけです。広報しなきゃいけないんですけど、これを忘れる遅れるということがあります。これはね本当にあるんです。契約が増えてきてバタバタし始めると新人社員でよくあります。それを大家さんにちゃんと渡したかっていうと、あっっていうふうにね言い出すやついるんですよ、営業マンで。そうすると契約書自体は存在しているのに交付を忘れているということがあります。多分このケースが多いんじゃないかなと思います。比較的ですね、結局あるんですけども交付してなければアウトですから、存在してても交付してなければお客さんからクレームになりますからね、ということなんです。ただですね、ここから重要なんですけども、これさっきのご質問でどこからそういうことが発覚してくるのかっていうですねコメントありましたね。どのような経緯でバレて会社は営業停止になるのでしょうかっていうことなんですけど、ここは非常に重要で、こういうことが起きてうっかりですね送ったり交付したりするのを忘れてたとしても、電話一本で大体済む話なんです。すいません、ちょっとご郵送がちょっと遅れてまして、これからすぐお送りしますのでっていうふうに言えば分かりました、一言でそれで終わりなんです。もちろんダメなんですけども、実務上はそういうふうにうっかりしてたとしてもすぐに電話を一本入れてすぐに送りますって言えばそれで大体済むんです。済むんですけども、これ済まなかったケースっていうのは大体なんかクレームになってるんです。例えば担当者が何にも連絡をよこさなくて何日も経ってるのにどっからも何にも連絡来ないから、大家さんはすごい心配になるわけですよ。売り主か買い主か分かりませんけど心配になるわけです。心配になって会社に電話をしました。会社に電話したんですが、それもなかなか対応してくれないし売り返しもないってなってくると、もうその不満が爆発するわけですよ。でそういう爆発し始めるとどうなるかというと、そういうケースってもうなんですかね、他の不動産屋さんからの営業もすごい受けてるケースが多いんです。例えば売り主の場合であれば、うちで売ってください、うちで売ってくださいっていう宅建業者からの営業ってものすごいんですよ。まあ、DM も含めてですね、電話もありますし DM もあります。すごくですね営業されるんです。こういう時にポロッと相談しちゃったりするんですよ。その人がその電話をかけてきた営業マンとかに、その他社の営業マンですよ、他社の宅建業者の営業マンとかに、いや実はさもう売っちゃったんだけど、まあ、なかなかちょっと手続き進まなくて困ってるんだみたいなことをポロッと言っちゃうとどうなるかというと、そういう営業してる来てる業者っていうのはものすごい攻撃します。アラを探すんですよ。結局その契約ぶち壊したいので、いやそれ今売買契約書とか売買契約書ってお手元にありますかと聞き始める営業マンいるんですよ。でいやちょっともらってないなとかっていうふうにその人が答えると、あそれもう業法違反ですね、それもうアウトなんでそこでやらない方がいいですよっていうふうな話になってくるんですよ。これ本当にありますよ。これ私も言ったことありますから、こういうふうにこれは間違いっていうのも他の宅建業者に実は指摘されてるっていうケースは結構あります。他の宅建業者がその取引をもう始めている売り主さんとか買い主さんに対してアドバイスする感じでね言っちゃうんですよ。それ宅建業法違反ですよっていう風に素人の人に教えるんですよ。それもうまずいんでそれやめた方がいいですよ、うちでやった方がいいですみたいな感じの話をし始めるんですよ。で次の段階として、いやもうまずそれ都庁に言った方がいいですねみたいな感じで、都庁に相談した方がいいですねとかっていう感じで行政の方に相談することを促すんですよね。そうするとこのことを行政に言うとですね、もうこれ調査が入りますから、調査に入って、あこれもう交付してませんね、34条書面交付してませんね、37条書面交付してませんね、はいアウトってなると、そういうことなんでございます。なので何が言いたいかというと、これ業法違反っていうのはもう結構危ないスレスレのことっていうのは中小企業だとね日常的に起きたりすることがあるんです。年に何回かあったりするんです。やべっていうことはね、忘れてたってことはあるんです。交付を忘れてたってことはあったりするんですけども、結局ですねお客さんを不安にさせちゃったりすると、そういうところからちょっとしたこうなんですかね、ミスとかでもものすごく大きな問題に発展していってしまうということなんです。なのでもう今日一番言いたいことというのは、もちろん宅建業法違反はダメです。交付もちゃんとしなければいけませんし、忘れちゃうっていうのは絶対にダメです。もうそれは話にならないんですけども、まあ、そういうところのリスク管理をする意味でもお客さんを絶対に怒らせないっていうのはすごく大事なことです。で怒らせないようにするためにはいろんなことに気をつけなければいけないんですけども、すごく簡単なことを一つだけ言うと、連絡をとにかく細かくする、これがすごく重要です。これね、クレームが多い営業マンっていうのはとにかくお客さんとの連絡が少ないんです。一番多いのが、状況が変わらなければ何も連絡をしない営業マンっているんです。これはもう本当にアウトです。例えば契約書を回収しているのにですね、売り主さんからハンコをもらってきた契約書をずっと自分の手元にあって、まだ買い主からハンコをもらえてないから連絡もせずにずっと1週間ぐらい持ってる営業マンとかたまにいるんですよ。これアウトですから、ね、絶対ダメなんです。
今どういう状況でいつ飼い主さんと会ってハンコをもらうから、でハンコをもらったらいつ持ってきますっていうことをあらかじめちゃんと説明しておいた上で、その上で 2,3 日経ったら1回真ん中で連絡を入れて、今こういう状況ですんでご安心くださいっていう連絡を一本入れるだけで全然違います。で忙しい人であればメールとかそういう連絡手段がいいっていう方であればメールでもいいんで、とにかく連絡をちゃんと中継ぎでしっかり入れていってやっていかないとお客さんの不満が爆発します。でお客さんっていうのはですね、不満がいきなり爆発する人が多いので、そろそろ爆発するよ爆発するよって予告してくれません。いきなり爆発するケースがあります。なのでこれもう爆発しちゃうと、もう平の担当者ではもう対応できなくなってくることが多いので、まあ、これは本当に気をつけた方がいいです。お客さんとの連絡は密にするって、それが一番重要でございます。これは大手企業が一番やってることだと思います。これは本当に新入社員とかでもこれをしっかり徹底してやればクレームになることはほぼありません。中途半端に慣れている営業マンの方はこういうクレームを起こすことがよくありますので、本当にご注意くださいということでございます。ということで、本当に業法違反みたいなことを実際起きちゃってる業者はあると思うんですけども、それがクレーム化してないので、表面化してないというケースは結構あると思います。これはですね、本当に気を引き締めていただければというふうに思います。ということで、また明日。